日日日火曜日は春分の日ですこの日以降、雲が多くすっきりしない天気はどうやら続いていく予想、森田さん、前線がこれまで周期変化がベースだったんですけども、うんはい、前線が停滞するということで、うんえー、この前線の影響で雨とか風も強くなりそうなんですね。はい、ということでちょっとこの結論の方をまず最初に見ていただきたいんですが。えーに 二十二日から二十三日にかけて、えー、西からこう、ねえー、強い雨のエリアが広がっていくというような状況になります。はい、でこのタイミングで風も強くなってくるんですが、うん、この二十三日の時の天気図というのがこちらなんですね。はい、低気圧があって、前線がこうやって伸びているんですけども、うん、この大陸から伸びてきた。この前線、えー、どこから、どういった形で発生してきたか、というのを。 出自をでですすねね、えー、見てみるるとこんんなな形に注目していただきたいのはこの辺のところの風なんですけども、うん、南風がかなり強くなってそこにこの甘い木ができてくるとそしてこれが日本へやってくるということになっ のがわかかるかと思います、はい、ということでこれ何を言っているかというと、えー、南海上から上がってきた湿った空気、うんえー、これによって、えー、発生した前線が低気圧という形になって日本近辺へやってくるということになりますので、はいえー、日本近辺は西日本、東日本の太平洋岸で、えー、雨が強くなる。 で全体的に見ますと西日本、東日本、北日本、えー、こういったところでは風も強くなってくるということで、えー、先ほどの時に戻りますけれども、はい、22日から23日、うんえー、ちょっと荒、ねえー、れ模様になるところが多くなってくるということになりそうですね。ね。関東地方などどはちょうど、ね、桜も咲いて、はいこの 週間の曇りの時あたりに満開を迎えるところもありそうですけどね。そうなんですね。えっとタイミングがちょうど悪いですね。<laughs> あいにくのお天気というところも多くなりそうです。はい、この先もまた雨のね降り方変わっていく可能性というのも考えられるんでしょうか。はい、この前線が停滞する形になりますので、えっとしばらくこう曇りや雨の。 ぐずついた天気が続くという形になりますので、うんはい、えこの後来週以降あんまりこう晴れっていうのは出てこなくなりますね、うん、なるほど日差しが届くタイミングでは有効にねご活用いただきたいと思いますまた今後の詳しいお天気情報に関してはアプリウェザーニュースでもご確認ください